第15章兄弟。冬の陣で雪村は真田丸を根城に八面六臂の活躍を見せた。だが茶々は早々に豊臣不利の和睦を結んでしまう。次こそはと軍備を整える徳川軍の前に、豊臣の面々は勝ち目のない戦いを予感していた。そんな状況にあっても雪村は諦めていなかった。徳川との決戦は避けられない、ならば最善を尽くし勝利を勝ち取るのみ。戦い抜く覚悟を決める雪村に茶々はある命を下す。